セージスフィオルズルは、アイスランドの東、アイスランドにある、同盟のフィオルドの最も奥にある村である。セージスフィオルズルへは、島内からは、リングロード沿線のエイルススタジルから、付近の山、フィアルザル平時を越えて、約2 7トルの道のりである。セージスフィオルズルは、西のビオルブル及び東のストラウンダルティンドルを、はじめとして、四方を山に囲まれている。 村の中心を通る道路が一本あり、フィオルドには村のどこからでも行ける。フィオルドの外側は村のどこからも遠いが、日室のメドリーの絵装置などをはじめとする豊かな自然と近くにあるベストダールスエーリのような遺跡などがある。他のアイスランドの都市と同様に気温の年角差は小さい。しかし、降水量は他都市と比較して多く、レイキャビクの約2倍である。 聖ジスフィオルズルへの入植はアイスランドの歴史の中でも早い方であった。最初の入植者はビョルブルであり、このフィオルドの全体を治めた。ソルンナルスタジルにある焼けた教会の遺跡は炭素年代測定により10世紀のものとされており、墓地の発掘では8世紀のものが見つかっている。聖ジスフィオルズルの町としての発展は、 ノルウェーの漁師たちにより1848年に始まった後、彼らによる木造の建築物が現在も残っている。上述のベストダールスエーリーには世界初の近代的な工業化された捕鯨基地があった。この捕鯨基地は1864年にアメリカの捕鯨漁師であったトーマス・ウェルカム・ロイスが建設し、1866年まで彼らが 捕鯨基地及び、貿易拠点の営業をしていた。聖ジスフィオルズルには1906年、ヨーロッパ大陸とアイスランドを結ぶ、初の海底ケーブルが付設され、20世紀中頃まで、アイスランドの国際通信の拠点として機能した。1930年には、村の中心部の川に、ダムが建設され、これによって、初めて、インフラとして電力が供給され始め、 電気による街灯も設置された。第二次世界大戦中には、イギリス及びアメリカの軍の基地としても利用された。現在も、使われていない、滑走路や燃料輸送船のエルグリージョが爆撃され、沈没したままの様子など、軍の基地としての名残が、フィヨルドに散見される。海底に沈むエルグリージョはダイバーが潜水し、その様子を見ることができる。 近年では村にあった水産加工所が閉鎖になったため村の経済は観光に移行しているがアイスランドの東部には現在も漁港や造船所などの重要な漁業施設がある。セージスフィオルズルは古い木製の建築物とかつて繁栄していた頃の名残を留める史跡で知られている。現在は設備の整ったキャンプ場、ホテル、プール、図書館、 病院、郵便局、主典などがある。また、芸術活動の場としてのアートセンターや通信博物館があり、さらに、アイスランド東部には2巻しかない映画館が、どちらもセージスフィオルズルにある。7月には、ルンガ芸術祭が開かれている。細かく分解、再構成した美術書で知られるドイツ系の芸術家、ディーターロスの使っていた住居とアトリエがある。 スカフタフェットル文化センターにはディーターロスアカデミーの本拠地がある。村には滝が数カ所ある。ハイキングコースとしては村の中心を流れる川フィアルザルアウの東岸に沿って進むコースが一般的である。この川を遡ると滝が25カ所ある。冬季にはフィアルザル平ジの山中のスキー場が往来にも使われる。 村の約 17km 東のスカウラネースには、付近の自然及び遺跡の案内所がある。その付近は自然保護区になっており、案内所では、セージスフィオルズルのあるフィヨルドの南側を訪れる観光客やハイカーに食料などを提供している。セージスフィオルズルには毎週、デンマークのヒアツハルス及びフェロー諸島のトースハウンから、 スミリルラインのカーフェリーが来ている。2009年までは、ノルウェーのベルゲン及び、スコットランドのスクラブスターからも就航していた。ありがとうございます。